ADC シーラスシーラス2シーラス3とシーラス、ハーミス I シーラス3で、ハビランド DH-60 モスに搭載されたシーラス3派生型ブラックバンシーラス、マイナー ADC、シーラスはイギリスのエアクラフトディスポーザルによる航空用エンジン。後に製造者の変遷によりシーラスハーミスとなった。さらに1934年の ブラックバーンエアロプレーンモーターによるシーラス・ハーミス社買収後の派生型がブラックバーンシーラスとされる場合もある。1925年エアクラフトディスポーザルによって出力 60HP の初期型シーラス I が開発され50時間の試験に合格した。これは初の空冷直列型エンジンでありフランク・ハルフォードによって設計された。シーラスは 軽飛行機に広く用いられることになった。ADC エアディスコ V8 エンジンのシリンダーバンク1、セットを利用したレイアウトは、速やかに他社に模倣された。その後、シーラス2、シーラス3と開発が続き、シーラス・ハーミスにおいても続いた。一部のシーラス・ハーミスの形式は、倒立エンジンとしても製造された。ブラックバーンによる派生型として、 ブラックバーンシーラスメジャーとブラックバーンシーラスマイナーが生産された。出店、初元気構性能1927年、シーラスエアロエンジンズ設立。同社は売却に伴い1931年にシーラス、ハーミス、1934年にブラックバーンエアロプレーンモーターのシーラス、エンジン事業部として、 第二次世界大戦後まで存続した AB ランスデン 2003?P130? ビル・アンステン。ワールド・エンサイクロペディア・オブ・エアロ・エンジンズ。イギリス・ケンブリッジ・シャー・ケンブリッジ。パトリック・ステファンズ・リミテッド。P40。ISBN1 から852601639。ランスデン 2003?P132? ザ・ 60HP。シロスライト。プレーンエンジン。フライト844。 107http www.flig htglobal.com fli g htp df a r ch i v 1925 1925%2020107pdf2015 年3月31日閲覧ありがとうございます